三宅即三宅即から1945年6月29日は、日本の外科医。徳島県穴吹町舞中島出身。東京帝国大学医科大学卒業後は、外科教授であったユリウススクリバの勧めで、外科医となる。徳島市内の外科病院で5年ほど勤務した後、ドイツへ留学して、ブレスラウ大学のミクリッチに指示し、胆石症の研究を行った。帰国後、 35歳の時に大阪府立医学校の付属医院下会長、続いて京都帝国大学福岡医科大学に赴任した。その後再度ドイツへ留学し、1904年38歳の時に福岡医科大学教授となった。この翌年の1905年10月には日本で初めて脳腫瘍手術に成功している。1910年に 九州帝国大学初代外科部長に就任した。1945年5月に、岡山市にいた長男の三宅博士の家へ、疎開していたが、同年6月29日の岡山大空襲に会い、妻と共に死亡した。三宅とアインシュタイン丸精衣から日本へ向かう、北の丸の船中で払いを訴えた。 アルベルト・アインシュタインの新察をたまたま乗り合わせた、三宅が行ったことから二人の進行が始まった。その後、アインシュタインは予定になかった福岡での講演を希望し、その準備を三宅が行った。以後も二人は多くの所簡を交わし、三宅が投資した際は、アインシュタインの家を訪ねるなど進行を深めて行った。後に、息子のヒロシがアインシュタインへ、 三宅が1945年に空襲で死亡した、胸を伝えると、哀悼の言葉が手紙で伝えられた。三馬市の高専寺境内の墓の近くにある、アインシュタインから送られた言葉が刻まれた石碑は、その9年後に、両親の遺骨を穴吹町の聖火近くの寺に埋葬するとともに、建立されたものである。ありがとうございます。